自分の人生、周りに振り回されずに自分で決断すること、困難から逃げずに立ち向かうこと、辛くて苦しくても前を向くこと、どんな状況であっても自分を信じること、何をしたいか何をやるべきかは自分で決められる。自分の人生を生きればいい。自分の人生、周りに振り回されずに自分で決断すること、困難から逃げずに立ち向かうこと、辛くて苦しくても前を向くこと、どんな状況であっても自分を信じること、何をしたいか何をやるべきかは自分で決められる。自分の人生を生きればいい。一緒にいたい人の特徴。一緒にいるだけで笑顔になれて、無言でも落ち着いて、価値観が違うけど良いところも悪いところも認めてくれる。どんな時でも支え合い、お互いに意見を尊重でき、大切に思えるなら、これからも一緒にいた方がいい人。一緒にいたい人の特徴。一緒にいるだけで笑顔になれて、無言でも落ち着いて、価値観が違うけど良いところも悪いところも認めてくれる。どんな時でも支え合い、お互いに意見を尊重でき、大切に思えるなら、これからも一緒にいた方がいい人。今日を大切に。元気な人も、余命が分かっている人も、若い人も、年老いた人も、明日生きられるかは分からない。そばに愛している人がいたとしても、自分より大切に思う人がいたとしても、明日会えるとは限らない。どんなに生きたいと願ったとしても、どんなにやり直したいと思っても、今日が最後になることもある。受け止めることが難しくても、別れはやってくる。もし明日が来ないとしたら、後悔しないだろうか。今日を大切に、大切な人を大切に。今日を大切に。元気な人も、余命が分かっている人も、若い人も、年老いた人も、明日生きられるかは分からない。そばに愛している人がいたとしても、自分より大切に思う人がいたとしても、明日会えるとは限らない。どんなに生きたいと願ったとしても、どんなにやり直したいと思っても、今日が最後になることもある。受け止めることが難しくても、別れはやってくる。もし明日が来ないとしたら、後悔しないだろうか。今日を大切に、大切な人を大切に。魔法の言葉。もしもどんな苦しみからも救ってくれる言葉があるとしたら、もしもどんな悩みも忘れさせてくれる言葉があるとしたら、もしもどんな痛みも和らげてくれる言葉があるとしたら、それはありがとうしかない。魔法の言葉。もしもどんな苦しみからも救ってくれる言葉があるとしたら、もしもどんな悩みも忘れさせてくれる言葉があるとしたら、もしもどんな痛みも和らげてくれる言葉があるとしたら、それはありがとうしかない。見方を変える。苦しい時こそ前を見て、後ろを振り向かないように。悲しい時は横を見て、支えてくれる人を思い出し、
辛い時は空を見て、まだ見ぬ可能性を信じて、うまくいっている時は足元を見て、油断して転ばないように、見方を変えるだけで人生は良くなる。見方を変える。苦しい時こそ前を見て、後ろを振り向かないように、悲しい時は横を見て、支えてくれる人を思い出し、辛い時は空を見て、まだ見ぬ可能性を信じて、うまくいっている時は足元を見て、油断して転ばないように、見方を変えるだけで人生は良くなる。やってみればいい。とりあえずばかりで一日が過ぎていき、また今度ばかりで一ヶ月が過ぎていき、いつかばかりで一年間が過ぎていく。自分に言い訳をするうちに時は過ぎ、あっという間に人生が終わる。無駄にする時間は一つもない。やりたいことがあるなら今する。あれこれ考えて動かないなら、まずはやってみること。今までとは違った人生が待っている。やってみればいい。とりあえずばかりで一日が過ぎていき、また今度ばかりで一ヶ月が過ぎていき、いつかばかりで一年間が過ぎていく。自分に言い訳をするうちに時は過ぎ、あっという間に人生が終わる。無駄にする時間は一つもない。やりたいことがあるなら今する。あれこれ考えて動かないなら、まずはやってみること。今までとは違った人生が待っている。年を重ねても若々しい人は自分で限界を作らず、新しいことに挑戦しているから。年を重ねても美しい人はいろんな経験や失敗を重ねて自分を持っているから。年を重ねて魅力がある人は自分の心と向き合ってありのままでいるから。年を重ねるのは悪いことではなく、どのように生きてきたか。年を重ねても若々しい人は自分で限界を作らず、新しいことに挑戦しているから。年を重ねても美しい人はいろんな経験や失敗を重ねて自分を持っているから。年を重ねて魅力がある人は自分の心と向き合ってありのままでいるから。年を重ねるのは悪いことではなく、どのように生きてきたか。今日一日だけ、辛いこと、苦しいこと、悲しいことがあったとき、今日一日だけ笑おう。今日一日だけ明るくいよう。今日一日だけ親切にしよう。今日一日だけ素直になろう。今日一日だけ感謝しよう。そう思いながら毎日を過ごしていれば、いつの間にか人生は楽しくなる。今日一日だけ、辛いこと、苦しいこと、悲しいことがあったとき、今日一日だけ笑おう。今日一日だけ明るくいよう。今日一日だけ親切にしよう。今日一日だけ素直になろう。今日一日だけ感謝しよう。そう思いながら毎日を過ごしていれば、いつの間にか人生は楽しくなる。
幸せの順番。失恋する人がいるから付き合える人がいて、不合格になる人がいるから合格する人がいて、2番目の人がいるから1番目の人がいて、誰かの不幸が誰かの幸せにつながることもある。いつまでも幸せな人もいなければいつまでも不幸な人もいない。幸せには順番がある。その苦しみや悲しみはいつか誰かに役立つことだってある。あとは起きたことをどう捉えるかだけ。幸せの順番。失恋する人がいるから付き合える人がいて、不合格になる人がいるから合格する人がいて、2番目の人がいるから1番目の人がいて、誰かの不幸が誰かの幸せにつながることもある。いつまでも幸せな人もいなければいつまでも不幸な人もいない。幸せには順番がある。その苦しみや悲しみはいつか誰かに役立つことだってある。あとは起きたことをどう捉えるかだけ。自分の道。誰かによって決められた道を進んで早くゴールにたどり着いても満足することはない。たとえ踏み外してもいいから自分の意思で踏み出すこと。たとえ遠回りになっても自分を信じて進むこと。自分の道は自分で切り開けばいい。自分だけの道を歩けばいい。自分にしか味わえない景色が待っている。自分の道。誰かによって決められた道を進んで早くゴールにたどり着いても満足することはない。たとえ踏み外してもいいから自分の意思で踏み出すこと。たとえ遠回りになっても自分を信じて進むこと。自分の道は自分で切り開けばいい。自分だけの道を歩けばいい。自分にしか味わえない景色が待っている。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。